新日本 G1、岡田アーチャーに激、激勝怪物揃いの A ブロック突破、きつかった。プロレス新日本。16日、日本武道館。28人が4ブロックに分かれて争う。シングルリーグ戦、G1 クライマックスのブロック最終戦8試合が行われ。A ブロックは、前回優勝の岡田和親が、決勝トーナメント進出を決めた。写真、アーチャーにレインメーカーを見舞う、岡田。 勝ち点8で単独首位の岡田と勝ち点6で追うランスワーチャーの勝者がブロック突破となる一戦。岡田は身長203センチの巨体を持つワーチャーにいきなりチョークスラム、スクラップバスターなど大技で追い込まれる苦しい展開。ドロップキック、巨体を持ち上げるボディスラムなどで反撃するも逆にドロップキック自身の得意技レインメーカーを豪快に叩き込まれて追い込まれた。 それでも、ブラックアウトを切り抜けて、マネークリップで捉えて流れを引き寄せ、最後はドロップキック、開脚式ドライバーからのレインメーカーで、とどめを刺した。試合後、マイクを持った岡田は、G1 クライマックス、32も残すところ、あと2日です。まだ、暑くなってないでしょう。皆さん、G1 クライマックス、こんなもんじゃないでしょう。もう暑くて無理ですなんて方は、プロレスファン失格でしょう。 まだまだ熱くなります G1 クライマックス。皆さんの熱い声援かける僕たちの熱い戦いイコール最高の G1 クライマックスだと思いますので、まだまだ応援よろしくお願いしますとファンに熱戦を誓った。インタビューではアーチャー以外にもバッドラックハレレ、女なら巨体の怪物が揃った A ブロックを勝ち抜いたことで、きつかった。きついブロックを勝ち上がってこそ意味があると思う。 きつい相手と戦って、勝ち上がった勢いを大事に戦っていきたいと手応え。自身を苦しめたアーチャーについては、もともと日本のマットに何回も上がっていて、アメリカの団体に移って、でも移ってこんだけ変わってきたんだよ、という意地は感じましたし、前とは全然違うランスアーチャーに会えたと思うと、成長を評価した。岡田は17日に行われるトーナメント準決勝で、 B ブロックを突破した玉トンガと対戦。トンガはこの日に岡田から6月に IWGP 世界ヘビー級王座をダッシュした J ホワイトを破ってブロック突破を決めていることに玉ですよね。僕が6月勝てなかった J を倒してきたわけですから4人の中で一番勢いがある相手なんじゃないかと思う J を倒したという意味でもモンスターだと思うのでタマを倒してまた次に進んでいきたいと 気持ちを引き締めた。今回は例年の2ブロック制から22年ぶりに4ブロック制が採用されたことで決勝トーナメントが行われる。あと2勝かまず1勝かと問われるとどちらでもない。勝つだけ。勝っていけば優勝ですからリーグ戦じゃないんでと一戦必勝を誓った。